サンライズ TV の関澤です。今日はサンライズ大泉の9月オープンの、特養の部分と、サンライズサーカスの見学に、来てます。ちょっと、抜け出してこのユニットで、ミニ四駆を走らせたいと思います。サンライズ TV ドラゴン、走らせたいと思います。で、ね、誰もいないからできることをちょっとやってみたいと思います。
ぶつかった壁は大丈夫です。はい、じゃあ続いて、こっちのユニットから向こうの反対側、エレベーターホールを通って反対側のユニットまで、サンライズ TV ドラゴンは行けるでしょうか。やってみたいと思います。サンライズ大泉の豊田さんがいますので、はい、じゃあスポンサーがついて、 YouTube とサンライズ TV のスポンサーがついて、ありがたいスポンサーがついてますね。はい、走らせちゃいましょう。じゃあちょっとスタートしてみます。多分これトルクチューですか。あっちに、あっちに走らせたけど、これ走るパターンですか。僕は やってみよう。行きます。おぉ、ちょっと、おぉ、すごい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 。大丈夫です。豊田さん、結構走りましたね。壁大丈夫ですか。大丈夫です大丈夫です。そんな弱に作られてないんで大丈夫です。オープン前だからできるで、ね、そうですね、オープン前だから今しかできない、ね、あれですね。こんなことまでさせてもらえるんですね。サンライズ大泉は何でも何でもありです。ありがたいな。ちょっとカットしといてもらってください。今うまく走ったね。本当ですね。結構速いですね。速いんだよ。意外とノーマルチューンだよ。あ、ノーマルチューンですか。うん。何にもモーターも変えてないし。トルクチューンとかじゃない。何にもしてないよ。はい、ということで、なかなかまっすぐには走ってくれませんでした。あんまりやると、新しい壁に傷をつけてしまいますので、この辺でやめておきたいと思います。さよなら。